はいどうも、122日目のドラム練習です。あと2時間ぐらいで仕事ラッシュが終わる予定なんですけども、これ以上遅くなるとドラム練習が厳しくなってくるんで、仕事ラッシュが終わる前にドラム練習を終わらせます。昨日は57ページ5ストロークロールを応用っていうページをやりまして、今日は58ページ7ストロークロールを応用っていうページに行きます。はい、というわけで 100% できないんですけど、テンポ90で初見でいきます。あ、わかんない、どうなってんの？ダメだ。よし、練習していきます。はい、今30分ほど練習しまして、テンポ80までいったのでとりあえずやってみます。目標テンポ90なんですけども、結構その壁高そうで、一旦80までで OK ということにしとこうかなと思ってます。で、80でも結構まだ下手くそです。というわけでやってみます。すいません、テンポ80って言ってたんですけど、今85でやってました。まあでもやっぱりいろいろ微妙な感じでしたね。曖昧だなーってなってました。まあとりあえず今は85までということにしておきます。これ85から90の壁が結構高かったんですよね。5しか変わらなくても、16部で、タラダって入れたら32部になるんで、随分テンポアップする感覚があって大変でした。じゃあ次59ページに進むんですけども、59ページからフラム編に入ります。フラムはとても大事なテクニックらしいんですけども、結構避けがちなテクニックでもあるみたいで、確かにややこしかったです、パッド練習の時も。それをフィルに使うとさらにややこしいんじゃないかというとこですね。最初はシンプルですね。トランタランタンタンですね。これは大変そう。
フラムが3回入ってるのか。よし。じゃあ、初見でやってみます。最初のフレーズは大丈夫だと思うので、後半のフレーズですね。テンポ100を目標でやります。あ、ダメだ。ちょっとやっぱ慣れてないんで練習します。はい、18分ぐらい練習しまして、形になってきたのでやってみます。テンポ100です。まあ、もっと長い時間かけて撮れば、すごいいい瞬間も撮れそうなんですけど、まあ、これぐらいにしておきます。なんかこの細かくてちょっとおしゃれな感じって、やっぱテンション上がりますね。すごい楽しいです。それっぽいことやってるなーみたいな感じですね。じゃあ残り時間10分ぐらいしかないんですけど、まあ中途半端にでも次のページ進めて、明日に持ち越す形にしようかなと思います。というわけで60ページ、フラムをフィルに応用2に進みます。フルでフラム前半が120で後半130なんで、一回120に合わせて初見でやってみますかね。そんな感じで全然できないです。やっていきます。これはかなりゆっくりテンポからやっていく感じになりそうですね。はい、10分ほど練習しまして、テンポ80までできるようになってきたのでやってみます。目標テンポ120なんで、まあ、ずいぶん遠いんですけど、まあ、それは明日やるって感じですね。じゃあ行きまーす。はい、というわけで122日目のドラム練習でした。いや、最後のメニューなんか楽しかったですねまあ別に最初のパターンと後半のシャッフルのパターン、つなげて切り替えろなんて書いてないんですけど、なんかあえて切り替えてやってみたらすごい感覚が面白くてハマってしまいました。じゃあ80までできたということで、明日目標テンポである120を目指してやろうと思います。で、初見でやった時最初のパターン間違えてまして、こうやろうとしてたんですけど、譜面にはこういうパターンで書いてあって、こうじゃなくて、こう。まあ、そこだけちょっと訂正しておこうと思います。いや、多分、今フレーズレシピのこのページを開いてる人しかわかんない話だったかもしれません。すいません。で、今日の感想なんですけども、まあ、セブンストロークロールは単純に難しかったです。早いとやっぱり大変で、特にやっぱりハイハットの左手のダブルですね。これがまだ苦手だなぁと思いました。これはもうたくさんやりまくって慣れるしかない系ですよね、多分。で、その後フラムを2ページやったんですけども、やっぱりフラムって大切なテクニックっぽいぞって感じましたね。まあ、パッドで練習してる時からまあ少し思ってたんですけども、改めてこう全体でやってみて、フラムを入れると本当におしゃれな響きになるっていうか、よく聞く感じの音だなぁみたいな感じがしました。好きな曲とか聴いてて、シンプルっぽいのにかっこよく聞こえるフィルがあったとき、
もしかしたら結構フラム入ってたんじゃないかっていうような、そんな感じもしましたね。単純にタカトンってなるときも、ラダドンみたいな。ラダドンみたいな感じでやってたりすると、多分オシャレに聞こえるんだろうなって、なんかそんな感じがしました。はい。今日はそんな感じです。では、お疲れ様でした。さあ、仕事ラッシュを終わらせます。